私の場合はですね、まあ、あの魚というのは大概鱗がございますので、その鱗を取るためにどうするか、やはりここでバリバリやりますと結構鱗が飛び散るんですね。でそれもあとこう片付けるのも結構手間ですので、私の場合はまず最初に新聞紙の上でやります。ですので黒新聞ね、黒田さんご苦労様でした。はい、黒新聞の上にまずはこうアジを乗せまして、まあ、アジでしたら包丁で結構です。包丁でですね、鱗は頭の方から尻尾の方に向かってこう生えてますので、尻尾の方から頭に向かって取っていきます。まあ、その時に包丁にあまりグッと力を入れてですね、魚の身を押し潰さない、これ一つのポイントですね。で、軽くこうこすればいいんですけれども、その時により効果的にやるには少し包丁を内側にこう向けるんです。あまりこうする必要ない、少し要するに鱗のこう口に引っかかりやすくするわけですね。それでまあこうして取っていくといいですね。はい、尻尾の方から頭に向かって、でこのヒレのこの際というのは、ここは包丁が入るところですので、ここになるべく鱗を残さないというのは一つのポイントになります。ですのでしっかり取ってください。こういう風に取りますね。まあこっち側を取るときは包丁の先を使います。で逆に手前を取るときにはこう包丁の元をこうすると比較的やりやすい。きれいに取ってください。なるべく鱗は残さないようにしてください。はい、で片側取り終わりましたら繰り返して裏同じことをします。はい、向こう側を取るときはなるべく包丁の先で、はい、ね、取り下げるときはこう元を使って、こう取る、でこの際はなるべく鱗を残さない、きれいに取ってほしいですね。はい、そしてきれいに取れた鱗は新聞の上にこう鱗が全部残りますので、これを丸めてポイと捨てる、まな板を汚さないですね、ということになりますね。こうです、いつもきれいです。きれいに取りましたこのアジを、今度は、いよいよ水洗いというところまで持っていきます。まずですね、これは召し上がり方によってどうでもいいんですが、マジにはこれ独特なこのゼイゴというこのギザギザがあるんですね、両面にあります。これを、まあ、まず外しましょう。外し方、本当に尻尾の端からですね、頭の方に向かって包丁を上下に大きく動かしながら、あまりこの時に、力を入れず、あんまり下にこう、なんて言うんでしょうか、つけると身をいっぱい取ってしまうので、本当に包丁を動かす感じで、そーっと大きく包丁を動かします。そうするときれいにこう取るんですね。これです。で、反対側もまず取ります。同じことをします。大きく動かします。こうですね。で、もうこの辺までしかありませんので、この辺まで終わりになりますね。これは前後というんですか。でまずこれ取りましたら、今度は頭を落とします。まあ、頭の落とし方はいろいろあるんですが、まあ、一番ご家庭で簡単にできるように、タスキに落とすということですね。まずこのヒレ、ここのヒレに、このヒレからこのヒレの付け根に向けて、まず包丁をスッと入れます。はい、そして今度はこのヒレの付け根から頭のこっち、ここまで身がありますので、これまっすぐ落としてしまうともったいないので、包丁をいくらかこう斜めに照らしながら、まずガツッとできればこう、はい、そしてひっくり返します。そうすると今度ここの、先ほどの切り口から今度ここの頭に向かって包丁をこう当てて、同じようにこう、そしてポンと頭が取れるんですね。頭が取れます。そうしましたらお腹、内臓を出します。だから肛門がここにありますので、スーッとできてお腹をこう開く。そうしますと、ちょっと向き変えましょうか。お腹をグッと開きますと、これ内臓ですね。内臓を包丁でこうしてかき出すわけです。はい。そうするとここに血合いがあるんです。この血合いのところに一つだけ包丁をスーッと入れておいてくれれば、後で洗いやすいので、なるべくこう包丁でかき出してしまいましょう。はい、ここまでが
一つこうバラシの一つ、ここからあとは水でこの中をちょっときれいに洗いますので、それではですね、ここにありますこの血合いをきれいに洗い流します。まあその時に少しこういうブラシ、もしくはですね、ご家庭でしたら歯ブラシなんかがあったら一番いいかと思います。まあ普通はササラという竹のものがあるんですが、まあ、ご家庭でそこまで用意する必要はないと思いますので、私の場合はちょっとこのブラシにしてで洗います。まあ水を流しながらですね、水をこう出しながらブラシでこうすればですね、きれいに取れるわけです。まあ、残ってる内臓もきれいに取りましょう。はい、こんな状態ですね。このぐらいきれいに洗ってください。きれいに取れました。この状態の味を今度はおろしていきます。先ほどのここに頭がついた時と同じ向きにしてありますので、下身というのはこちら側になりますね。こちらから下ろしていくということになりますので、ではどういうことかというと、まずひっくり返します。ひっくり返しまして、こういう向きにしますね。そして包丁が入る順番というのは、腹、次に背、そしてこっちが取れましたらひっくり返して、今度背、腹といきます。ですから言いますと、腹、背、背、腹という順番でいくわけですね。それをやってみます。そして、で気をつけなきゃいけないことはですね、まあ、包丁という、まあ、私の場合この出刃包丁がありますが、包丁というのは刃がこれだけあるわけですね。そして、よく皆さん、素人の方がやられるのは、これだけある刃をもったいないことにこのぐらいしか使わないで物を下ろすということが非常に多いんです。でこれではですね、魚の身も汚くなります。おろした身も汚くなりますし、いろんな手数もいっぱい必要になるんです。で魚をおろすときに最もしちゃいけないのは、なるべく手数を少なく仕上げるということが一番重要なことでですね、そのためにはどうするかというと、やはりある程度この包丁全体を使うということ、ここに気をつけていただきたいし、注目して見ていただきたいと思います。で先だけ使うとね、どういうことが起きるかというとですね、まあ、鉛筆で線を引くのと同じようにですね、まあ、こうやってまあ使いますと当然のことは線ってこうぶれるわけですね。しかしこういう使い方をしたらまっすぐ引けるんです。まあ、そういう理屈なので、切るときにはそれを利用して包丁を使うということ、まず見ていてください。手数を少なくするためにまず一つ最初にはですね、魚の皮の部分だけをまず切ります。いいですか。こう入れてギコ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 やりません。包丁を切るところにこう当てます。当てましたらスーッと引きます。そうするとどうでしょう、ほら皮が切れてますね。きれいに直線になってます。そして二つ目でもうすでにこの真ん中まで包丁持ってきてしまう。いいですか。ここでグッと差し込みます。でスーッと引きます。はい、でも今ここまでもう入りました、こっちから。そしたら今度ひっくり返して背中に行きます。背中いいですか。同じように皮だけまずスーッと皮切れてます。で二手目でもうここの真ん中まで持っていってしまう。はい、行きます。はい、こうですね。はい、そうしましたら先ほど入れたお腹の方の身と背中の方の身を少しつまんで、ここの間に包丁をツッと刺すと突き抜けるんです。で繰り返して、お尻っぽのところを持って一気に、そしてスッとスパ、はい、はい、でこれあともう片身、今度上身を取ります。上身は先ほど腹背と言いましたけど、背腹と言います。いいですか。同じように、はい、包丁をスーッと引いていきます。皮だけ切りました。はい、二手目で真ん中まで入りました。はい、はい、向き変えます。お腹の方、皮だけスーッと切ります。はい、2手目、2回目でもう真ん中まで入りました。はい、包丁を返してそのまま、はい、はい、どうでしょうか。きれい、これ3枚おろしですね。いいですか。はい、これはもう骨ですので、あとでもう唐揚げなりなんなりして召し上がる、食べることができます。あとはこの後お腹の身で腹ごというか、ここですね、これを取ります。
はい、その時に、まあ、ちょっと、うん、逆さ包丁を入れてですね、これはこれで外したり外れました。そこに包丁を当てます。そして、腹の蜜こう反り返ってますので、その通り包丁を引きながらその角度でスーッと合わせて、これはあんまり手数を使わない、スーッと入れてきてです。大概皆さんやられるとここの身がなくなってしまうんですね。でも簡単にこういうので、はい、この反対ですね。反対ぐーっと、私たちはこう逆包丁とこうやって取ってしまうんですが、やりづらければ向きを変えて同じようにここに包丁でスーッと切りながらこうで、はこう R を書いてくるんですね。そしてで最後は、はい、これで三枚おろし完成です。で先ほど三枚におろしましたこの身を、お刺身にするまでのこの手順をですね、お教えしたいと思いますが、まず、お刺身にするには何をしなきゃいけないかというと、まず骨を取ることですね。骨を取ることと、あとこちら側にある皮を取る、この作業2つを、お教えいたします。よろしいでしょうか。まずでは骨を取りますが、骨はまず指でこう確認してください。どこにどう骨があるか、コツ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 と手に当たってます。はい、ここまでありまして、ここから先はありません。ですのでここからここまでの骨を取ります。その取り方はいいですか。まず、まあ、頭を落とした時にここで骨を切っている骨が残ってますので、まずこの辺を確認してください。はい、一つ短いのがあります。もう一つどうでしょうか。ここにあります。はい、そして次からこう上にこう出てきますね。順番にこうして取っていきます。まあ、この時にこうボウルなどにこう水を溜めておきますと、こう、ね、骨抜きをちょっと浸しますと骨が取れて作業がしやすくなりますので。プチンと言ったら骨が切れてますのでね。切れた骨はもう一度ちょっと深く骨抜きを差し込んで、つまめたら取ってください。はい、ここまで取り終えました。で、確認のため、念のため、もう一度こう指でなぞってその時にコツンと当たったらここに骨が残っていますので、それは取ると、そういう作業をしてください。はい、きれいに取れています。これで骨はなくなりましたので、今度はこの皮を剥ぐ作業、これをいたしますね。はい、皮の剥ぎ方は、まずこうして指でですね、こう皮がこのこの部分剥がれるんです。こうしてですね。でここをしっかり持ちまして、包丁の峰の方を使ってここでこうこうやって剥がしてる。ここですね。こういうふうに。しっかりこっちを持って少しこう包丁でこう引っかくようにですね、剥がすんです。こう口ができましたら、ここのところをしっかりまな板に当てて、包丁をギコ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 しながら、皮をちょっと引っ張りながら、こう、はい、状態、はい、ここまで来たらですね、後ろひっくり返して、ね、こう引っ張ってみます。よいしょ、はい、はい、これで皮が取れました。これで綺麗に取れたわけですね。